昔のお母さん、公開おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。たくさんの方にこうして上映をご覧いただきました。まずはお一人ずつご挨拶をいただきたいと思います。主人公優子を演じられました井上真央さん、お願いします。裕、はいえー、子を演じました井上真央です、えー。昨日無事に初日を迎えることが。 できましたそして早々に今日こうして皆さんあの来てくださって見てくださって本当に嬉しいです、えー、短い時間ではありますが本日もよろしくお願いいたします皆さんありがとうございます阿部純子さんお願いいたします皆さんこんにちは秋子を演じました阿部純子ですえっと今日は迎えるのをすごく楽しみにしておりました短い間ですが今日はよろしくお願いいたします 少し時間はかかりましたがあのう、えー、無事に初日を迎えてそして今日皆さんの前に立ってこうして挨拶できていることが本当になんかこうほっとしてるというかもう今年一番ほっとしてるかもしれないというぐらい、はいあのーね、さっきも お客さんいるかなと五 <laughs> 人ぐらいだったらどうしようとかって言ってたんですけど <laughs> ねこうして皆さん集まってくださって本当に嬉しいですあの本当にいろんな方々の力によってまたいろんな奇跡のを重ねてこうして一つの映画が完成されてはい嬉しいですあの何かこう親子の関係はあのこうあるべきだとかこれが正しいんだっていうものを 提示している映画ではないのであのいろんな形があるんだっていうことが皆さんに伝わってで何かこう自分の中で親子の関係だけでなくても何か折り固まったような考えが少しこう解放されるようなそんな瞬間があの皆さんの中でこの映画を見て、あのー、持ってくれたらいいなと思っています。えー、本日はありがとうございました